部長です。つむぎだよ。まだ旅の途中だったが、新しいエリアでの探索を始めたばかりだね。まだアイテムはいらないから、ここは渡すかな。では続けていこうか。ここは運気広そうな場所だね。その分何か宝箱が配置されているかもな。一応右と下に行けそう。下に行く道を探さないとな。右は先に進めそうだから。宝箱は期待したものじゃなかったけど、この上行けないな。ダッシュジャンプでも無理そうだな。この槍、登ってすぐにやると壊すの大変だ。登ってすぐに回避とかで行けそうだな。下に行けそうな道を発見。ただの回路のようだな。アイテムはあるかもしれないが、ポーションはあったね。やはりスキルかアビリティが欲しいところだな。ここは隠しマップみたい。何かあるといいな。スキルかアビリティが取れそう。運の抽出強化のアイテムだ。悪くはないね。さて先の方を確認に行こう。宇宙にいる敵は厄介だな。スキルを連発で撃つのは難しいからね。もう少しで維持消費が少なければ。ここから左に行けば戻る場所につながるかな。戻ってきたな。ちょっと探索。宝箱を取り戻していただく。今までもこういうのいっぱいあるんだろうな。手こずってるな。こういう時に無敵から攻撃できないのは辛いね。レイジ王のポーションの活用も考えた方がいいな。武器はそこそこいいやつがあるんじゃないか。この蹂躙するものだね。強化しても思ったより攻撃力伸びないな。その分ルーンがいっぱいついてるがな。防具は変わんないね。アクセサリーも今のままでいいかな。あとアビリティ、結構マナが溜まっているからな。ここは HP で、これでかなり余裕ができたな。あとはクリティカル強化で、今後はマナが簡単に集まりそうだな。この上行けないかな。行けた。前のところも同じ方法で行けたかな。敵の雰囲気が変わった。キノコが生えていた。一度出した後に回避して攻撃しかないな。こっちはさっきのところか。最後の槍に当たるのはナンセンスだな。この炎に当たるのもナンセンスだね。キノコだらけだな。毒状態にもなってるし、菌がばらまかれているってことだろう。ここは何が入っているかな。スキルだな。
とりあえず右にセットしておこうかな。使ってみないと効果はわからないな。レギュラーにするかは使ってみて判断だね。戻って先を急ごう。もうそろそろ目的地に近いかな。デモマップを埋めるのが優先だけどね。左の真ん中のところから行こう。これでマップは埋まった。ここは人がいるんだ。しかもショップだな。ここでポーションは補充しておこう。金も十分となってるからな。武器はいいけど、このミスレルの鎧は欲しいな。また金をかけないとな。これでこのマップは全部話したから。ケイトラップに本当弱いな。焚き火だね。ということはボスが近いのかな。目的地前の焚き火だからな。こうしておかないと。リビアンがキャーって言ってる。そういう感じじゃないの。虫苦手なんだね。大体攻撃パターンは見てた。回避しても下の虫に当たったりしそうだけど。あとは万能薬が闇な部分に大きい。これまで使ってこなかった分が結構あるけど、今後は補充対象にしないといけないかな。この状態異常感染の防具があればな。前もそんなこと言ってるんだ。結局調べてないんだけどね。夕あたりは怪しそうだな。下の虫が増えすぎだな。これじゃ空中回避しても下で当たるな。ポーションを買い込んでおいて正解だ。やっぱりノーマルは優しい。ようやくできた。ゲージが少ない分、これまでのボスよりは時間がかかってないかもな。本当に虫がダメなんだね。今のは誰の言葉？戻ってセーブしてから先に進もう。進んでいくかな。割
と目的地までは近そうだな。マップを埋めながら進んでいくよ。ここは普通の宝箱だけどね。やり、行かんな。大したものは入ってなかったな。このエンジェルの攻撃かな。回避した先で落ちてると思う。今のはなかったな。いつもこうならいいのに。また別のマップに行けそうだな。もう宝箱が開いてる。さっきの攻撃で開いたんだろう。とりあえずは浴びに来た。またマナが溜まってるからどこかでパワーアップしないと。手前の手前まで来た感じ。この先はボス戦なのか。ただのイベントかも。槍をかわすのに慣れてきたね。何回も同じ目にやってるからね。石碑だな。どちらにせよ次回は何かあるね。今回はここまでだな。次回もよろしく。